デレビズ岸田政権は過去最大となるおよそ114兆3800億円の2023年度予算案を閣議決定しました2023年4月に発足する子ども家庭庁その初年度予算はおよそ4兆8000億円となりました岸田政権は子ども予算を倍増し 強力に推ししし進めてていいくとしていましたが来年度の骨太の方針には、将来的に倍増を目指していく上での答弁の方針すなわち倍増への道筋について、示してていいきたいと考えております子ども予算倍増に関する議論は、例年6月末に決定する骨太の方針まで先送りすることを早々に決めていました。 今がまさに正念場と政府も認める少子化対策その裏付けとなる子どども予算は今後ううなるのでしょうか2023年度当初予算案では防衛 GX いわゆるグリーントランスフォーメーションそして子ども政策の3つは特に財源が必要な3兄弟と呼ばれ重要政策と位置づけられていました。 まずは三兄弟の長男ともいえる防衛費。二千二十三年度はおよそ六兆八千億円と、二千二十二年度の当初予算と比べおよそ一兆四千億円増加。また今後五年間で四十三兆円を確保することが決まり、法人税や所得税、タバコ税を財源とする方針です。 次に3兄弟の GX グリーントランスフォーメーション政府は脱炭素社会の実現のため今後官民で150兆円以上の投資が必要だとしていますこのうち政府が20兆円規模を支出し民間投資の呼び水にしますそのため新たな国債 GX 経済移行債を2023年度から発行し 当面ののつなぎ財源を確保しします。す。そして、3兄弟の子ども政策です2023年4月に発足する子ども家庭庁の予算としておよそ4兆8千億円を計上出産一時金の引き上げや保育所などの人員確保のための補助制度を拡充することなどが盛り込まれましたが2022年度の子ども関連予算に比べると およそ1200億円の上乗せにとどまりました子ども予算倍増のための財源はどうなるのでしょうか鈴木財務大臣に聞きました子ども政策これはあの今後強力に進めていかなければならないわけでありまして必要な安定財源については国民各層のご理解を得ながら 社会全体での負担のあり方を含めまして、幅広く検討を進めていくこととしておりますどういうような税目が財源として考えられるのかということについては、まだお話しできる段階ではない岸田政権が推進する子ども予算倍増に向けた財源の展望は、描けていないのが現状です。12月中旬 防衛費強化のための増税やその財源を決めた自民党の税制調査会実はここで防衛費増額と合わせて子ども予算の財源を同時に確保しようという動きが浮上していました税制調査会の部屋の前には子ども政策を担当する官僚の姿も一部議員と頻繁に打ち合わせをする姿も見られました 税制調査会では、一部の議員から防衛費の議論ばかりが先行することに。反発の声も上がっていました。他国から攻撃される前に、少子化で国が滅亡してしまう。また、政府の有識者会議も少子化は。 国のの存続に関わるる問題で最も緊急を要することとが子育て世世代代や若い世代への支援だと指摘財源を確保することに加え児童手当の拡充や育児のために短時間勤務を選んだ人や育児休業制度のない自営業者などに新たな給付を行う制度の創設などを早急に具体化するよう求めました。 2023年度予算案が閣議決定される2日前危機感を感じた子育て関連4団体が子ども家庭庁を担当する小倉大臣と面会子ども予算倍増に向けた検討を早急に本格化させ安定的な財源や予算を増やしていく 具体的ななスケジュールをを明示することなどを求めましたその安定財源を確保しつつ、将来的な子ども予算の倍増に向けて、努力したいと思う、この国の明るい未来をしっかり子どもたち、そして頑張ってくださっている子育て世帯の皆さん方に感じてもらえるようにしていきたいなと思。 子もへの投資は一円も無駄になりませんと全てこの国が元気になっていく消費も出生数も全部上向きになっていくっていうのがこの国元気にすることなんで1円も無駄になりませんというふうにも確認して全く思いは同じですというところでも意を通じることができました。えー、若い世代が 家族をを将来形成するとといいうこににつててて非常に希望を持てていない今、若者に、えー、あなたたちが家族を作りたいと思ったら社会を挙げて一人残らずサポートするというメッセージこそが必要になっているので政府内で子育て政策の財源としていくつか検討されたものがあります主なものとして1つ目に子ども税のような新たな税を創設する案。 2つ目はすでに全国の企業から子育て支援策として集めている事業主拠出金を増やす案3つ目は医療や介護の公的保険から協力金を得る案ですしかし防衛費強化の財源に法人税や所得税の増税が決まったことでこれ以上企業や個人に負担を強いることは難しいとの見方も出ています 年の瀬の26日、東京・渋谷にある子育て関連施設を視察した岸田総理大臣は、子ども政策の重要性を強調しまましした。たよよく頑張りね。コロナこども政策は、今の政権にとりまして、大変大きな政策の柱になるということを改めて強く感じています。 総理が今おっしゃいました、子ども予算の倍増についてなんですけれども、財源確保については、あのまあ、防衛予算との課題もあって、まあ、あの難しい,というのではないかという指摘もありますが、それについてはどうお考えでしょうか、うん、これはあのこ,この防衛予算、えー、子ども政策、えー、その GX、えー、そ,のそれぞれ、今の日本にとりまして大切な課題です。 それぞれ、えーまあ、内容も違いますので、財源のありようも異なります。それぞれ工夫をしながら、えー、財源を考えていかなければならない。少なくとも財源がないからやらないということで済む課題ではないということを、私たちはしっかり考えなければならないと思います。財源が厳しい、これはもう日本の全体の財政を考えたとき、これは誰もが分かっていることです。 その中でどのような工夫をしていくか、これが試されるんだと思っています。こども政策においても、まずはこの子ども家庭庁の下で、今必要とされる政策を整理していくところから始めたいと思いますが、中身は様々です。その中身に応じた財源というものを考えていかなければならないと思います。そういった作業を これから小倉大臣中心に、えー、この政府としてしっかり取り組んでいきたいこのように思っています2023年に本格化する子育て施策の財源は歳出削減、増税、国債発行の3つの手段で賄うことが必要になってきますどれを選ぶのか国民の選択が問われています 最後まで見ていただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックしまして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします